おいっす、こんにちは、ある東大生実況者、しゅんです。今回はですね、10回限定バレンタイン記念スペシャルスカウトガチャを、まあ、実際に引いていこうかなというふうに思っております。で、昨日の告知通りですね、スペシャルスカウトのスタンプがですね、非常にお得になっていて、20連目、50連目、そして、まあ、100連目にそれぞれ、まあ、S 確定があると。で、しかも100連目ってのは自由に選べるので、まあ、個人的には、まあ、100連まで引いた方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、当たりキャラも昨日言ったので、まあ、詳しくはそちらの動画見てほしいのですが、まあ、よくわからない人はセラフィ、ゼシカ、アリーナ、まあ、ここあたり持ってないんなら、まあね、100連まで知ってもいいかなーぐらいですね。あと、ま、無課金の人とかでも全然、今回の内容は、ま、確定なんで課金しても問題ないのかなと。もう課金してまでセラフィ当てたいと思う方は、まあ、僕は全然ありかなというふうには思いますね。今までのこと考えると。まあ、4万5000円で確定ですし、まあ、ワンチャン20連とか50連で、引けると。で、まあ、こういう動画出すと必ず聞かれるのは、僕こういう手持ち、こういう状態なんですけれども、まあ、何引けばいいですかみたいな。で、まあ、それ一つ一つ答えるのめちゃくちゃ、まあ、大変だし、まあ、正直よくわからない部分っていうのはたくさんあるので、なんとも言えないなって思うのが、まあ、正直なところなんですけれども、まあ、当たればね、正解だし、外れたらね、その人に恨まれるみたいな感じなんで、まあ、個人的にはま、計算してみたんですよね。はい。で、100連目に一応これ、交換用で確定なので、まあ、今回99連にしましたと。で、欲しいキャラが何体いるかかなーっていうふうには思っていて、まあ、4体以上いるよと。まあ、例えば、まあ、セラフィ、ゼシカ、アリーナ、そして、なんか、まあ、ジュリアンテ欲しい、みたいな感じだったら、まあ、個人的には、まあ、脳死で引いていいと思うし、うん、まあ、逆に、まあ、3体からだったら、まあ、ちょっと迷った方がいいかなと。で、これ確率なんですけれども、99連、まあ、100連はね、確定だからね、99、欲しいキャラが来る確率ですね。で、これが1体の場合ってのは99連して 33%。意外と少ないね。で、50連で 18%。で、20連で 8% という感じで、まあ、あまり高くはないですね。はい。で、2体いる場合は、55%。99連したら。で、50連で 33%。20連で 15%。で、3体いたら 70%。で、50連で 45%。で、20連で 22% ということで、まあ、だからですね、欲しいキャラが2体いて、いる人は、ま、99連まで引く覚悟を持った方がいいというか、まあ、99連まで引けば、まあ、半分の人は引けるということで、まあ、僕だったらそんぐらいをラインにするかなと。で、逆に、ま、50連ぐらいで止めようかなっていう人は、まあ、4体いたら、欲しいキャラ4体いたら、50連かなというふうには思いますね。で、20連は正直、もうほとんど全て欲しいぐらいのレベルじゃないと引かないかなということで、まあ、この数字を目安に、まあ、50% 超えるように、ですかね。まあ、45% も実質、ほぼ 50% と見て、まあ、3体しかいないけど、50年まで引こうみたいな発想も、まあ、ありかなというふうには思いますね。はい。まあ、ここら辺かなというふうに思いますね。まあ、要するに、欲しいキャラ2体で100連まですると。まあ、99とか、まあ、実質100ですね。100連引くと。あるいは、欲しいキャラ4体で50連引くというのが、まあ、妥当ではなかろうかと。いうことで、今回の、まあ、確率論的な話をした後に、ガチャですね、3万円課金しましたので、早速引いていこうかなと。で、まあ、なんだろう、これは俺のティア表ですね。はい。まあ、セラフィとかもう4凸してるんで、これ以上価値がない。で、あと下のキャラクターは全部貫凸してるので、まあ、引く意味はないかなということですね。はい。で、個人的に欲しいのはゼシカ、アリーナ、そして、メルトアですね。で、メルトアに至っては、まあ、ガチャ引いてないんで、確か。まあ、なんでですね。まあ、今回、まあ、引けたらいいな、というふうには思いますね。特にマスターランクのことを考えると、まあ、非常に引きたい、というふうに考えております。あと、まあ、デボラ・ビアンカあたりはあんまと進んでないのと、まあ、才能開花ちょっとありそうなんで、まあ、そういう意味では、まあ、突しておいてほしい、感じはしますね。はい。まあ、しかし、最初の10連はおそらく何も引けないでいく。なんか、ちらつきがあるとかないとかっていうのを、一応視聴者に教えてもらったんだけど、まあ20連って確定だからね。なんかね、右下が光るらしいんですよね。これ、なんか、この間初めて教えてもらって、ふーんって思ったんだけど、まあ知ったところで、別にね、結果は変わらないので。わかりますかね？あ、今のつって、わかるかどうかわかんないんだけど。まあ虹の光り方が違うらしくて、まあそれでなんかエフェクトが違うということで、まあ今んとこは確定でしか引いてないけど、まあ確定以外だと19連なので、妥当っちゃ妥当かなということで、まあゴールドマンサックス、デビルアーマー、まあ、こういうガチャっていうのは、割と、なんか当たりにくい A ランクも当たりやすいのがいいですよね。A ランクも確か常設がなかったはずなんで。ということで、個人的にはアリーナかな？あ、いらねえ。いらねえ。スラフィ貫凸。なんも嬉しくないですよ。天使のおまじないが 5% 増加かな、多分。ただ、まあ、才能開花がバレンタインイベントでなかったんで、
まあ、今後もないようなキャラクターなのかなということで、あまり期待はできないですね。はい。まあ、貫突とかしとくと、覚醒じゃねえ、才能開花が来た時にですね、プラスになる、とはいえっていう感じですかね。まあ、見る人がね、見たら、これはめちゃくちゃ当たりなんですけれども、僕にとっては外れということで。まあ、貫突キャラってあんま増やしたくないんだよね、正直。外れが増えるというか。もうだって実際7体外れたからね、半分ぐらいで外れくるって考えたら、まあ、通常の、なんだろうな、S 確定と実はそんなに変わらないというかさ、ピックアップと。ピックアップが通常だと 22.3% 以外はゴミっていう感じなんだけど、今回は 50% でゴミだけど。まあ、一応 S 確定が、まあ、通常より多いと、まあ、大々の、まあ、調子いい時のガチャテーブルと一緒ってないのかな。アイアンクックドゥルドゥって、これはね、多分ね、あんまり突しない。メルターと一緒だっけ？うん。まあ、見た感じ全然引いてないんで、これは普通に、嬉しいかなっていうふうに思います。で、あと、意外と、これ、あれですよね、チョコレートって確かスタミナと一緒みたいな扱いだったと思うので、結構いいかなと。スタミナ層的な感じでしたよね。50回復だったっけ？もう全然覚えてないけど。で、今回あれですね、その、確定以外だと全然引けないですね。正直、こういうガチャの時はね、なんか、A ランク以上しか出ないでほしい。B ランクとかほんと意味ないから。10連ってこれ軽くやってるけど、3000円ですからね。それ考えたらもうちょっと、ね、よくしてほしいな、ということで、また S 確定ですね。はい。いや、ここでね、S2 枚とか3枚とか来ると非常に熱いんですが、スライムベス祭り、ちらつきは俺は見ないよ。あれ、今ちらついたかな。いやー、金と、あー、また、いや、スライムベス祭りだからもうちょっと来てほしいんだけど、ゴールドオーク。ゴールドオークはまあねーって感じですね。デビルアーマー、デビルアーマー率高いな。いやー、ゼシカかアリーナ来てほしい。頼むから。ゼシカかアリーナ突したい。これアリーナ突したいんだよな、個人的には。いらねえ。フローラ貫突してるんだよな。うわー、今んところ何も引けてない。マジか。マジかよ。そっか、50% って考えたら、まあ、2回外すのは別にまあ、そんなもんだよな。4分の1ぐらいのあれで。でも道中に S ラン来てないっていうのが、まあ、正直かなり、なんか、嫌ですね。全然来ない。頼むよ。道中に来ないんじゃが。もう確定で来ないのか、これ。頼むよ。もういらない、いらない、いらない。いや、ふざけんなよ。いや、さすがにさ、ちょっと待ってよ。おい、何も引けて、おい、3枚課金して何も引けないってないだろ、さすがに、おい。何がバレンタインでいらねえよ、こんなガチャ。自分が当たらなかったら、手のひら返しする。人間のクズ。頼む。金？頼むよ。おっ、来た。いい虹だ。やっぱアリーナ、ゼシカ、メルトア。まあ、この3体ですかね。この3体って言えば、僕の計算上だと何パーセントで来るんだっけ？ちょっと待ってね。僕の計算上だと、3体だと、70% か。70% の欲しいのが来ると。で、セラフィじゃない。ゼシカと、アリーナと、そして、メルトアだから。70% で来るって考えたら、結構来るんだね、意外と。頼む！びっくりした、メルトアかと思った。いらねえ、マジで。見てるか、運営。これはやっぱ、美課金ぐらいの人にとってはおすすめだろうけど、確率的に。ある程度課金してる人にとっては、貫突ばっかだから、っていうやつなのか。貫突ばっかですやんってやつなのか。全然来ない。アリーナ、だってクリフト貫突してて、アリーナがさ、1突ぐらいってさ、1突か 2突ぐらいなんだけど。なんでだよってね、アリーナめちゃくちゃ9万円か10、12万ぐらい課金したんだっけ ?12 万課金して、1体とかだったのに、当時確か。なんでだよ。なんでクリフトは揃うのにアリーナ全然揃わないんだ。アリーナ率が低すぎる。そしてまた無を取得。いらない無なんて、テンスカやめろ。繰り返す、テンスカやめてくれ。マジで ?90 連。で、100連 S 確定じゃないから、実質なんか、なんだ。ガチャが無意味で、確定券だけ入手したみたいな、そんな感じ。おっしゃ、来たありがとう、もうなっちゃう。もうなっちょわー。一番目に来るのなんか久々に見たわ。頼むよ。ゼシカ来い、ゼシカ。おっしゃ、来たありがとうゼシカゼシカ最強
いや、マジで嬉しい。よかった。めっちゃ不安だったわ、本当に。もう絶対来ないんじゃねっていう風に思ってたけど。そっか、来るのか。ありがたい。ジェシカマジでありがたいわ。ジェシカやっぱ耐久低いからな。ちょっとでも上げたいしね。MP も、まあ、ちょっとでも高い方がいいですしね。サントスで呪文威力であれか。テンション上げれるのと、丸にテンションアップってのは、まあ、面白いっすね。なんか、クラスマなんて以外の使い方っての、正直そんなないと思うけど、できたらいいよなーっていうふうには思いますね。はい。ということで、まあ、無を取得する。もう取得というか、まあ、100連、またね、もしかしたら来るかもしれませんが、あんまり期待しておりません。さあさあさあ。金尾か。100連でさ、そうだね。いつも虹来るから。それ、大ドラキ。大ドラキあんま育成しなかったから。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいかな。で、ゴールドマン。メルトアもいいけど、ゼシカかな。まあ、個人的にはやっぱり、ビカキン。まあ、特に最近始めた人向けっていう感じなのかなっていうふうには思ったね。言ってみて。一応僕はゼシカ当たったんで嬉しいですけど、まあ、ゼシカ、セラフィあたり持ってない人向けっていう感じがします。で、まあ、この中で何を交換するかと。ま、いろいろな意見あると思うけど、僕はゼシカかな、やっぱり。なんだかんだ使う。この中で一番使うのはゼシカだしな。セラフィ完投したしね。あ、全然使ってないし、俺。まあ、アリーナってのもワンチャンアリーナなんだけどね。アリーナじゃないよな。ゼシカだよな。ゼシカ行きます。イエス。おっしゃー。ゼシカは、まあ、3万円でゼシカに移動できたってこと考えたら、ゼシカのピックアップの時、引かなくてよかったなーっていうふうには思ったね。そういう、まあ、ポジティブに考えていきましょう。はい。まあ、あとは特に、まあ、セラフィを貫突したぐらいで、フローラー、そしてトリックグレーテルと、まあ、外れ、貫突まみれでしたが、まあ、普通の人だったら、そこそこの当たりでしょう。ということでですね、まあ、皆さん、ですね、まあ、自分の持ち手に応じて、引くか、引かないか、決めてください。個人的にはやっぱ確率的なね、感じには、まあある程度落ち着くのかなというふうには思いましたね。70% で。意外とやっぱ引けるね。ゼシカ無理じゃんと思ったけど。引けたからね、やっぱ欲しいなって思ってたの。まあ 30% で引けませんけど、7割で引けると、まあ確率計算。まあ合ってたというか別に、間違え、計算はちゃんとしてるから、間違えてはないと思うけど、うん、まあ計算通りになってよかったなと感動しております。ということで、まあ欲しいキャラが3体以上あって、3万ジェムある人だったら、僕は引いていいと思うので、皆さん、引いてみましょう。ということで、この動画は終わります。で、今後もですね、ドラクエタクトの、まあ攻略動画とか、あとはガチャ動画とか出していこうというふうに思っておりますので、今回の動画が、まあ面白かったなと、役に立ったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。